あ、どうもお疲れ様です。改めてすみれさんのご結婚とご婚姻おめでとうございます。 ありがとうございます。父として心境を伺いますか。花嫁の父ですから、まあ、もちろん嬉しいというか、まあ、おめでたいことでもあり、まあでもね、心配な部分もやっぱりちょっとありますけどね。まあ、皆さんもそうでしょうけど、ね、ご自身の、まあ、お嬢さんというか、やっぱりね、しっかりしてるのか、それともまあ可愛らしいのか、ちょっとよくわからないようなキャラクターでもあるので、まあ、ただ、まあ、すぐね、例えばよくハネムーンとか言いますけど、そういうなんかこう2人でね、あ、すいません今電車、まあ、そのハネムーンとかよく言う、そういう、まあ、甘い時というのが多少こう、まあ、短くなって、まあそうですね、赤ちゃんというか、そこは大変なところでもあるし楽しみでもあるんですけど、まあ、ちょっと心配のもあります。旦那さんになる方とはもうお会いしたんですか。はい。どういった方ですか。まあ普通に、仕事を頑張ってる感じで、すごく、ま、性格というかね、頼りがいがあるんじゃないかと。でも優しい感じですね。それが娘もすみれも言ってるんですけど、すごく優しくて、一緒になんかいても癒されるとか、そういう感じみたいです。はい、どこかのタイミングですみれさんからご紹介を受け、あ、そうですね、はい、紹介というのは、まあでもちょっと前からもちろん知ってますけれども、結婚するんだっていうことを聞いた時はちょっとびっくりしましたけど、もうそういう時なんだなっていうか、まあ、ただいろんな意味で仕事もまたいろんなチャレンジをするって聞いてたもんですから、例えばまあ外国とかね、まあ、ロサンゼルス行ってとかハリウッドとかそういうのも聞いてたんで、ちょっと意外な部分もありました。はい。だからおそらくそのまあどういうんですかね、2人で頑張っていくっていうことだと思うんです。その仕事の面に関してもですけれども、詳しくはちょっと分からないところもありますが、はい。心配な部分もあるって今おっしゃってたのはどういった面なんですか。子育てなのか、それとも夫婦生活とか仕事との両立とか、いろいろな面を考えられるので、ちょっと若い、まあ今はね、まあもちろん30にもなったので若いとは言えないかもしれないけど、まあ僕らから見るとね、やっぱりまあ若い2人が本当にうまくやっていってほしいと、それだけですね。何よりも健康でね、楽しく過ごしてくれればいいなと思いますけど。心配というのに旦那さんの浮気とかそういうのが入ってるってわけではないそれはちょっと僕らにはわからない。まあまあいろんなことがあるでしょうけど、もうとにかくまあ続いてというか、そこが目的じゃないにしても、まあ、幸せな時間をねずっと過ごしてくれればいいなと思うし、娘さんから娘さんが結婚するって聞いた時に何ていう最初言葉をかけたんですか。いや、その時点ではおめでとうとは言いませんでした。結婚するんだっていうか、っていう感じで、まあいいのっていうのがやっぱりありますよね。 そこまで気持ちとか付き合いとかがこう深まっているっていうのは僕らには見えないっていうか分からなかったので、でもその時に子供ができたっていうことをもう二重にびっくりしましたね。その時じゃあ妊娠してるっていうこともそこでお話されたんですか。そうです、はい。それでまた別の日に、まあメールとか電話とかで、まあ、報告というかもう、いわゆる提出しましたと、婚姻届を。だからそれはまあおめでとうというところでしたけど、最初聞いた時はとにかくびっくりだけですね、本当に。
まあ、俗に言うあのめちゃくちゃ婚という、まあ、言い方になると思うんですけど、それについてはどうお考えですか。いや、まあ、結婚にもいろんな結婚があると思うので、そういうきっかけみたいなのもね、あのいろいろ、まあ、種類といったらあれですけど、だからそこに関してはあの、まあ、もちろんそれは結婚、ね、子供を産むんだったらそれは結婚してもらいたいとは思ったんですけど、はい、あと順番はそこまでこだわってはいなかったそうですねまあでもいずれにしてももう本当にびっくりしました。はい、えってすみれさんのお母さんとは何かそのお話っていうのはなさいましたか。あ、いえいえ、まだこれからですね。はい、なんかあの親同士で話、元奥様と話をする予定というのは。あ、ちょっと今のところはそれは未定ですけど、あの、まあ、もちろん話そうとは思いますけど、はい、ご自身もいろいろあったって今ね、おっしゃったと思うんですけども、はい、そういう結婚にはいろいろあると、いろんなこともあったということですが、ご自身のそういう経験とかですね、はい、これ何かアドバイスされたいこととかありますか。いやいや、あの自分のような感じには、まあ、なってほしくないと、ちょっとこれは身勝手なんですけども、まあ、だから、ずっと仲良くやってくれたらいいなっていうのが正直なところです。はい、例えば、難しさを乗り越えるために、こういうことをしたらどうだみたいなアドバイスはありますかね。でも今はあの女性も、ね、しっかりしてて、いわゆるこう人従というかそういう部分というよりも、あのどん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 こう女性がね、やっぱり意見を言い、自分たちのやっぱり生き方を決めていく、そういう時代なので、まあ、あの男女云々ではないんですけれども、あのそこは僕は個人的にはあの彼女のことを信頼しているので、あの今回の決定もは良かったなと思ってます。あと来年生まれるってことでね、やっぱご自身のお子さんともやっぱりすごくお年が近いお孫さんになるかと、それの交流とかどうなってきてもらえますよね。あ、そこは近いのは、まあ、あのいろいろ利点は多いと思いますけど、一緒に遊ぶとかありそうですか。いや、ありそうですね。それ楽しみですね、やっぱり。でもあの今でも土曜とか日曜とかよく来てっていろいろ見てるんで、あの大変さももちろん分かってのことだとは思いますけど、うん、まあ確かに仲良くやってくれたらそれもいいですけどね。お孫さん、これ3人でどんな家族になってもらいたいですか。いやー、でもどうですかね、もうすごくやっぱり意味があって生まれてきてるっていうふうに、まあ、自分なんか考えてるので、とにかく、まあ、健康で、はい、まあ、いろんな意味で、まあ、幸せな、本当そういう気持ちでね、明るい家庭を築いてほしいなと思いますけど。あのちなみに式のご予定とかって今のところまだ、あ、まだもうそういうのよりもあのとにかくもうドタバタしてたんで、それこそ発表はいつするのかなぐらいに思ってて、まあ、クリスマスあたりかなとかは思ってましたけど、結婚式とかそういうのはちょっとまだ予定とか何も聞いてないんで、まあ、僕らが言えることはあまりないですね。まあ、あと去年、まあ、石田さん自身もいろいろありましたけども、まああのまあ、家族が増えるっていうことで、なんか心機一転とかって。いや、もう常に心機一転ですけど、はい、まあ、まあ、今度こそ、まあ、いろいろね、大変といえば大変ですけど、だったんですけど、まあでも、それも乗り越えて、まあ、乗り越えられるかどうかは知りませんが、先のことなんで。まあ、あのできることを一生懸命やっていこうとは思いますけどね、はい、お孫さんの性別とかってお分かりになってるんですか。いや、分からないですね、はい、今それを聞いていいのかどうかも分からなかったので、はい、まだもうでも分かってるとは思うんですけど、あの、ね、石田さんの心の中ではどちらの方がいいとかあるんですか。いや、もう本当にそこも元気で生まれてきてくれたらありがたい、感謝ですね、はい、よろしければこれでよろしいでしょうか。すみません、ありがとうございました。どうもありがとうございました。